茶道においてこう伝統を守っていくことっていうのはもちろん大事なことなんですけれど、今の生活スタイルが変わってくる中でどういったことを、合わせていっていいか、変えていい部分といけない部分っていうのが、あると思います。本質的なところを変えずにいかに今の世の中にあったようなスタイルを作っていけるかというのが、難しいところなんじゃないかと思います。茶道というとどうしても、一般の人にはちょっとハードルが高かったり、入りづらいという印象があると思うんですけれど、本当にお茶をやってるとお互いに気遣っておもてなしをするというのが非常に楽しい。でもなかなかそういう体験をする機会がないということで、できるだけ多くの人に経験してほしいというのが、思いとしてあったんですが、そこをなんとかその駒の茶室の雰囲気を気軽に味わっていただくことができないかというのがコンセプトでこちらの茶室を作らせていただきました。やはり一番お茶らしいもてなしと思うのは、普通のお店とか行ってサービスを一方的に受けるというのではなく、客と亭主が一体となっていい場所を作っていく。お客さんは亭主を気遣って、また亭主もお客さんを気遣ってという、お互いがこう通じ合って初めていい空間を作っていけるというのは、お茶の、特徴だと思います。茶道もお客様に対するおもてなしとしてお茶を使うということですし、サティスのコンセプトでシンプルさというのが、あったかと思うんですけれど、ついついおもてなしというといろいろなことが、装飾過剰になったりしてしまうところがあるんですけれど、それを一番シンプルに、まとめていくというのが、茶道と似ているんじゃないかなと思いました。